クラッチのブロック解説、サインの使い方。前回好評だったサインの解説動画に続いて、今回はサインの使い方をやるぜ。サインでどこらグラムするのかというのをやるんだね。その通りだぜ。あれ、喋り方何か意識してない？そんなことはないぜ。それじゃあゆっくり見ててね。やっぱりそうじゃん。で、何するの？まずはジャンプです。サインといえばジャンプ、ジャンプといえばサインというくらいです。知ることないけど。それじゃあジャンプの動作をどうプログラミングしますか？え、うむ、上下に動けばいいから。スペース値が恐れるとき10回繰り返して、技法を数珠使えたの。また10回繰り返して、技法をマイナス数珠使える。こういうのはどう？ああ、ど素人感丸なしですね。いい言い方は、実際に物が上下に動くときをよく観察してみましょう。一定時間ごとにボールの位置に印をつけてみると、最初の動きに比べててっぺんに近づくにつれ遅くなり、落ちるときにはまた速くなっています。実はこの動きがサインとよく似ているんです。え、どういうこと？さて、サインとは何だったでしょうか？円の周りをぐるぐる回るものの技法だってね。その通り。さっきと同じように印をつけて、高さの変化に注目してみると、ああ、さっきのボールの動きに似てる。でしょう。では、実際にプログラミングします。サインブロックですが、ここに入るのは角度。そう、角度ですね。新しい変数、角度を作ります。0にしてから、上下の動きに必要な角度は、180度までなので、何とかまで繰り返すに、演算のイコールで、角度が180になるまで、10ずつ増えるようにします。この角度をサインに入れて、飛び上がらせる高さをかけます。100でどうでしょう？これを Y 座標にするに入れます。ずつ変えるじゃないので注意してね。繰り返しの中に入れて、これで完成です。スペースキーを押してみると、おほう、いい感じ。先ほどの素人丸出しのジャンプと比べると突きと突っ込んですね。いい言い方は、重力をゴリゴリにプログラミングする方法もありますが、サインを使うとジャンプ力などを簡単に調整することができます。例えばここを200にすると、おほう、大ジャンプ。スピードを変えたいときはここを、ゆっくりになった。別のところからジャンプさせたい場合は足し算を使います。 Y 座標マイナス100の位置にしたいならマイナス100を入れます。知りからジャンプしてる。ただしサインを使うのは決まった高さをジャンプするゲームがいいです。いろんな高さでジャンプするものには向いてないということだね。その通り。それでは簡単なゲームを作ってみましょう。いいね。
対戦式で上から降ってくるイチゴを奪い合うゲームにします。なぜイチゴかわかのサイドはない。プレイヤー1は AWB キー、プレイヤー2はカーソルキーで動かすようにします。なのでさっき作ったジャンプを W キーに変えます。次に左右に動かせるようにします。 D キーは押された時90度右に向けて何とかまで繰り返すに、演算のではないを入れて D キーが押されなくなるまでにします。指が離すレールまでずっと動作するよ。 X 座標を10ずつ変えて次のコスチュームにします。これを丸ごと複製します。 A キーに変えて向きを左のマイナス90度、X 座標をマイナス10に変えます。これで左右に動くはず。 Oh, yeah, cool, so, cool. 回転方法を左右のみにします。 Oh ho, いい感じ。プレイヤー2を作ります。新しいスプライトドッグ2を選びます。あれ、ちょっと大きくない？そくも 90% にさせていただきます。 OK。 回転方法も左右のみにして先ほど作った3つのスクリプトをコピーします。きれいにしてから上向き矢印キー、右向き矢印キー、こっちもね、左向き矢印キーに変更します。変数、角度を一緒に使いたくないので新しい変数、犬角度を作ってこれに差し替えます。もうちょっと名前色にいかならないの？まあまあ、二人プレイができるようになりました。やった。イチゴを作ります。新しいスプライト、ストロベリーを選びます。大きさを 30% にして旗が押された時まずは隠しておいて、ずっと1秒ごとに自分自身のクローンを作るようにします。クローンされたら表示して X 座標を演算の乱数を使ってマイナス240から240までの乱数に、 Y 座標は180にします。画面上のどこかに出るようになるね。なんとかまで繰り返すに小なりで Y 座標がマイナス180より小さくなるまで Y 座標をマイナス1ずつ変えます。最後にこのクローンを削除します。ここまでで旗を押してみると、 Oh, イチゴがプーテチだ。さらにサインを使って左右に揺れるようにします。新しい変数イチゴ X をこのスプライトのみに作ります。クローンごとに別々の数になるよ。段数が決まった X 座標を入れます。サインにはタイマーに100をかけた数を入れます。時間で変わるようにするんだね。さらに50をかけて、これは揺れ幅になります。イチゴ X を足したものを X 座標にして繰り返しの中に入れます。旗を押してみると、ゆらゆら揺れそうね。得点を作ります。新しい変数猫と犬を作ります。画面の端に寄せて繰り返しの中で、もしスプライト1に触れたら変数猫を1ずつ増やしてこのクローンを削除します。同様にもしドグッズに触れたら変数犬を1ずつ増やしてこのクローンを削除します。これでワイルドボス1のサバイバルの完成です。できたら友達と遊んでみてください。リミックスもしてみてね。ジャンプを変えてみるとか、Z
制限時間を使えるとか。サインの使い方は他にもあるので、またいつか紹介したいと思います。ではまた。